申し込む。独立独歩の人だった有賀さつきさん、在阪メディア元共演者上岡龍太郎さんにアプローチも望みうず、フリーアナウンサーの有賀さつきさん52が亡くなったニュースは衝撃的に受け止められた。フジテレビを4年で退社し、その後は基本的にフリーでしたから、父親が明かしていたように独立独歩の人だったと女性誌デスク。メディアは有賀さんの自宅に集結しましたが、寒い中を集まってくれたのでということで、お父さんが何度か取材に応じてくれました。言葉遣い、感情の抑制の仕方からとても知性を感じました。在阪のメディアの中にはこれをきっかけとばかり、かつて番組で共演し芸能界を引退した上岡龍太郎さんにアプローチを画策したところもあったようです。芸能界とは一線を引き、ゴルフ三昧の日々を送っているという上岡さん。ラウンド中などに安倍批判をするそうですが、それが舌鋒鋭いようで、いろんなルートを使って接触を試みている媒体もあるようですが、望みすすきのようです。総合誌編集者有賀さんは強固な意志で両名を批し、上岡さんは芸能人としての過去を批す。どちらも美しい生き方だ。